サボテンの花。オリジナルはカポタストを使わない、いわゆる開放弦。G コードベースで進行します。イントロ弾きですが、巷では大きく2種類の弾き方が実践されているようです。微妙な違いですが、両方試され、気に入った方を取り入れてください。ではまず一つ目からご紹介します。イントロは G から入りますが、その際5弦中指は浮かせておくのがコツです。そして遊んでいる人差し指と中指は C コードでの指位置、すなわち中指4弦2フレット、そして人差し指2弦1フレットの上空で準備しておきます。右手の動きを数字と文字で記してみました。動きを前半と後半に分けて考えてみましょう。1行目が前半の動きになります。6弦親指、4弦同じく親指、1弦薬指、2弦中指。続いて2行目、後半の動きです。4弦親指を弾いた直後に、三角印で記した箇所、中指と人差し指を勢いよく弦に落として押さえつけます。すると、半音が出せます。続いて3弦人差し指。あとは1弦、2弦、3弦を順に、薬指、中指、人差し指。ここまでを連続して行うと、6、4、1、2、4、3、1、2、3。これを連続して行うと、2つ目のパターン。左手フォームは変わりませんが、右手弾き前半部分が微妙に違っています。前半は6弦親指、3弦人差し指、次は2弦中指と1弦薬指を同時に弾いて、3弦人差し指。後半は先ほどと同じ4親、3人、1薬、2中、3人。これを通しで行うと、これを連続して行うと、までのご案内数値と本編演奏のためのコード進行は印刷用 PDF データにまとめておりますので、動画下概要欄よりリンク先へ進まれダウンロードしてご活用ください。